今回は難読漢字の脳トレです。1問につき10秒、全部で20問です。時間が足りない場合は止めて考えても構いません。本日のテーマは人の体の場所を指す難読漢字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは大腿骨という字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは肩甲骨という字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは溝落ちという字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは胸骨という字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは膝蓋骨という字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは膵臓という字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは虹彩という字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは胆のうという字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは中筋という字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは棘上筋という字です。この漢字は何と読むでしょう？答えはおでこという字です。この漢字は何と読むでしょう？答えは耳たぶという字です。この漢字は何と読むでしょう？
答えはすねという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは憲法という字です。この漢字は何と読むでしょう。答えはくるぶしという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えはひげという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えはまつげという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えは湿疹部という字です。この漢字は何と読むでしょう。答えはふくらはぎという字です。この漢字は何と読むでしょう。答えはえくぼという字です。